皆さんこんにちは。今回の動画ではここ1週間で新たにリリースされたり話題となった AI 関連のツールと AI 関連のニュースをまとめて紹介します。それではよろしくお願いします。まずはコパイロットの新機能の紹介です。マイクロソフトの公開している AI チャットボットコパイロットに通常の 4.5 倍の文字を入力できるノートブック機能が実装されました。ノートブック機能は現状パソコンのエッジブラウザで立ち上げたコパイロットのみ対応しています。エッジブラウザでコパイロットを立ち上げると画面上部にノートブックというタブができているので、そのタブを押すとノートブック機能を利用できます。ノートブックページで左側のフォームにプロンプトを入力して送信すると右側に回答が出力される形になりますが、コパイロットに実装されているようなチャットのように会話できるわけではなく、1回の入力で会話はリセットされます。ただノートブックページでは従来のコパイロットの最大入力文字数の4000文字の 4.5 倍の1万8000文字を一度に入力できるので、長い文言の要約を利用できたり、本来のコパイロットではできないような無茶な要求にも答えてくれたり、入力したプロンプトを何度も入力し直して微修正するといった使い方もできます。ただノートブック機能で入力したプロンプトはチャット履歴に残らないので注意が必要です。ノートブック機能は現状エッジブラウザのコパイロットのみで利用可能で、クロームブラウザなどのコパイロットでは使えないのですが、クロームブラウザではエッジブラウザには実装されていないコパイロット GPT 機能が実装されていたりと、マイクロソフトは各ブラウザのコパイロットに独自機能を実装して実験的にいろいろ試しているような気がします。続いては GPT ストアランキング上位の GPT's 3例の紹介です。先日チャット GPT に自作のチャット GPT である GPT's を公開、検索できる GPT ストアが実装されました。有料のチャット GPT プラスユーザーはストアで見つけた GPT's を無料で利用できます。 GPT ストアには GPT's のランキングがあり、日々入れ替わっています。ここでは直近で GPT ストアの各種カテゴリランキングの上位に入ってきた GPT's の中から注目の GPT's を3つ紹介します。1つ目がGPT ストアの教育カテゴリの1位にランクインした無料の教育コンテンツを公開しているカーンアカデミー製のコーディングをサポートしてくれる GPT's コードチューターで、例えばチャット GPT に Python を学びたいのですが何から始めたらいいですかといった感じでコーディング関連の質問を入力して送信すると、コードチューターが丁寧に教えてくれます。2つ目が GPT ストアの執筆カテゴリの2位にランクインしたエッセイ、小説、記事、コピーライティングなどあらゆる種類のコンテンツを執筆してくれる GPT's オールアラウンドライタープロフェッショナルバージョンで、例えばチャット GPT に2024年の生成 AI の進化予測について500文字以内で執筆してくださいといった感じで執筆依頼すると、概要を提示した後に執筆してくれ、執筆内容の追加依頼にも答えてくれます。3つ目が GPT ストアのライフスタイルカテゴリの4位にランクインしたゲームをプレイできる GPT's ディープゲームで、例えばチャット GPT にゲームを始めてくださいと入力して送信すると、画像とストーリーが生成され、次にどう行動するのかを入力すると、入力内容を反映させた画像とストーリーが次々生成されるといった感じで、リアルタイムストーリー生成ゲームをプレイできます。以上、最新の注目 GPT's の紹介になります。 GPT ストアでは将来的に収益化もできるようになるので、今後も続々新しい GPT's が公開されると思います。続いては
ピックスバースの紹介です。テキストや画像から動画を生成できる AI ツール、ピックスバースですが、以前は Discord 版のみだったのが、ウェブブラウザアプリ版が公開されました。それに伴い、3D アニメ動画も生成できるようになったようです。ピックスバースは、ツールページから Google アカウントなどを使ってサインアップすれば利用できます。有料の表記はないので、現状無料で利用できるようです。ログイン後の画面右上部のクリエイトボタンを押すと、動画生成画面に遷移し、画面左側のテキスト2ビデオタブを選択して、プロンプトの部分に作りたい動画のイメージを入力し、スタイルの部分で動画のスタイルを選択して、アスペクトレートの部分で動画のアスペクト比を選んで、クリエイトボタンを押せば、動画が生成され、作った動画をダウンロードできます。なお、イメージ2ビデオタブを選択すれば画像から動画を生成できます。現時点で最有力の動画生成 AI ツール、ピカなどのように、カメラワーク効果などの設定項目はありませんが、生成される動画のクオリティは、他の有名動画生成 AI に引けを取りません。作りすぎると制限がかかるかもしれませんが、現状無料で使えるようなので、AI で動画を作りたいと思っている方は、ぜひ一度使ってみてください。続いては、ドモ AI の新機能の紹介です。既存の動画をアニメ動画に変換できる人気の AI ツール、ドモ AI に、画家のファン・ゴッホスタイル、折り紙スタイルに動画を変換できる機能が実装されました。ドモ AI は Discord 上で動作し、Discord の URL にアクセスすればある程度無料で利用できます。Discord 画面の左側にある Use ドモカテゴリ内の Generate ビデオチャンネルに行って、チャンネルページ下部のフォームにスラッシュビデオと入力し、ビデオの部分にアニメ化したい動画をアップロードして、プロンプトの部分にアニメ動画に反映させたい内容をテキスト入力して送信すると、チャット画面に動画のサムネイルが出現するので、サムネイルの下部でスタイルを選び、スタートボタンを押せば、3分くらいで動画が生成され、作った動画をダウンロードできます。続いては、エバルクラフターリーダーボードの紹介です。テンセントは、キカやランウェイジェン2などの有名動画生成 AI モデルのベンチマーク、エバルクラフターリーダーボードを公開しました。エバルクラフターリーダーボードはハギングフェイスのページにアクセスすれば無料で見ることができ、現在公開されている各種有名動画生成 AI ツールの総合スコア、動きの質、動画の品質などを確認できます。総合スコアの上位2モデルはランウェイジェン2とピカで、エバルクラフターリーダーボードでは、この2つの動画生成 AI モデルが現時点での動画生成 AI ツールの最高峰とされています。続いては、モーションコントロールの紹介です。テンセントなどの中国の研究者らは、スタビリティ AI から公開されている、ステイブルビデオディフュージョンなどの動画生成 AI ツールに、ズームアウトやズームインなどのカメラポーズ機能を導入できるオープンソースの AI 技術、モーションコントロールを公開しました。プロジェクトページでは、モーションコントロールを使って動画をどのように変化できるかのデモ動画が公開されていますが、対象物に回転気味にズームしたり、揺らしたりといった複雑な処理もできるようで、ソースコードは GitHub で提供されています。モーションコントロールを使って画像を動画化できる無料のデモがハギングフェイスで公開されていて、画像をアップロードしてカメラポーズ設定を選び、パンアップやズームアウトなどのカメラポーズを設定して、最後にスタートジェネレーションボタンを押せば、設定したカメラポーズが反映された動画が生成され、作った動画はダウンロードできます。かなり複雑な動きを設定できるようなので、気になった方はいろいろいじってみてください。続いては、フォトメーカーの紹介です。先日、テンセントより、1枚もしくは複数の同一人物の画像をアップロードすると、人物画像の特徴を解析し、
特徴を継承した画像を作ってくれるオープンソースの AI ツール、フォトメーカーが公開されました。ハギングフェイスで公式のデモが提供されましたが、人気があるのか重くて画像をうまく作れないことが多かったのですが、この度、無料で使える別のデモが公開されました。デモページでは、ここにファイルをドロップの部分に、人物画像を1枚もしくは複数枚アップロードして、プロンプトの部分にアップロードした人物画像をどのように変えたいかのイメージをテキスト入力し、スタイルテンプレートでスタイルを選択してサブミットボタンを押せば、入力テキストとスタイルを反映した画像が生成され、作った画像をダウンロードできます。フォトメーカーはいわゆるローラなどを使わずに同じ顔の人物画像を量産できる注目の技術です。直近でインスタント ID というフォトメーカーと同じようなことができる技術も公開されており、こちらは後日このチャンネルの動画で紹介予定です。続いては DD カラーの紹介です。アリババグループの研究者らは、白黒写真を鮮やかで自然な形にカラー化するオープンソースの AI 技術 DD カラーを発表しました。古い白黒写真のほか、白黒化したアニメやゲームの風景を再着色したりもできるようで、ソースコードは GitHub で提供されています。ハギングフェイスで DD カラーの無料のデモが公開されており、イメージの部分に白黒画像をアップロードしてサブミットボタンを押せば、カラー化された画像が出力されます。クオリティはそこそこ高いので、古い写真をカラー化するのに使えそうです。続いてはミッドライブラリーの紹介です。Discord でテキストから画像を生成できる人気の画像生成 AI ツール、ミッドジャーニーは、2022年7月に正式リリースされてから、何度かバージョンアップを繰り返し、現在では現実と見まがうレベルの画像を作れるようになりました。このミッドジャーニーで作った画像をバージョン別に見ることのできるウェブサイト、ミッドライブラリーが公開されました。ミッドライブラリーはウェブページにアクセスすれば無料で利用でき、画面のオールスタイルズの部分を押すと、収録されている画像の一覧を確認可能で、上部で目的の画像を検索できます。そして、画像のサムネイルを押すと、画像の詳細画面に遷移し、そこで、ミッドジャーニーのバージョン4から、最新のバージョン6までの画像の進化過程を確認でき、一部の画像はミッドジャーニーのアニメバージョン、二次ジャーニーで出力した画像を見ることができます。ミッドジャーニーは現状、有料プランしか用意されていませんが、最近画質が大きく上がったことで、SNS 上で話題になっているので、気になっていた方は、ミッドライブラリーでそのクオリティを確認してみてください。続いては、ナイトシェードの紹介です。シカゴ大学の研究チームは、AI による画像の学習を防止するツール、ナイトシェードバージョン 1.0 を公開しました。この技術は、画像生成 AI からイラストを模倣されることを防止するために画像を加工できる無料ツール、グレーズの開発者によって開発されており、AI を学習するモデルに毒を盛ることで、見た目にはわからない形で AI による学習を阻害します。ナイトシェードは、公式ホームページから、Windows 版もしくは Mac 版のアプリをダウンロードでき、Windows 版の場合は、ダウンロード後に回答して、アプリを起動すれば利用でき、アプリ画面の左上の1の部分で画像を読み込み、2の部分でナイトシェードの強度を指定して、3の部分でアウトプット先を選び、ランナイトシェードボタンを押せば毒入り画像が生成されます。ちなみに高スペックのパソコンを使わないと1枚の画像を処理するのにもかなり時間がかかります。ここからは今週発表された AI 関連のニュースを簡単にまとめて紹介します。まずはオープン AI が AI チップ工場建設の噂の話題です。ブルームバーグが報じたところによると、
オープン AI の CEO のサム・アルトマン氏が AI チップの製造工場の建設を計画していて、工場建設に必要な数兆円規模の資金調達を計画しているということです。アルトマン氏はアブダビの AI 開発企業 G42 や日本のソフトバンクなどと交渉しているとみられています。記事の中でアルトマン氏は G42 と80億ドルから100億ドルの調達を目指して協議しているということで、記事の内容が本当であればかなり大規模な計画であると思われます。続いては TikTok で AI エフェクトが流行の話題です。ポップポータルメディアの回遊によると、 TikTok で芸能人風の顔になれる AI フィルターが流行しているようです。この AI フィルターは TikTok のユーザーが誰でもアプリ内でエフェクトを作れる機能を利用して制作され、 AI パロディというテンプレートに芸能人や著名人の写真をアップロードしたもののようで、 TikTok では AI フィルターを使って俳優の石原さとみさん、浜辺美波さん、アイドルの山田涼介さん、木村拓哉さんなどの顔になっている動画がたくさん公開されています。これらの動画には AI 生成動画、エンタメ目的のみという注意書きとともに、動画の顔の上部にはフィルターの元となった有名人の顔が表示されるようになっていますが、ディープフェイクとして悪用される懸念があると一部で問題になっているようです。続いては AI で生成した新宿のアンリアルエンジン5データが無料公開の話題です。実業家の佐藤克明氏が代表を務める株式会社スペースデータは、大規模ゲームエンジンアンリアルエンジン5向けに新宿の街を走り回れるバーチャル新宿を無料公開しました。このバーチャル新宿はスペースデータ社の衛星データと 3DCG 技術を活用して、バーチャル空間に現実そっくりの仮想世界を自動生成する AI 技術によって作られていて、オープンアースというサイトにメールアドレスなどを使ってログインするとダウンロードでき、個人であれば商用利用も可能だということです。 SNS 上ではバーチャル新宿を探検している動画などが公開されていますが、新宿の都市が完全に再現されていて、今後新宿以外の都市のバーチャル展開も期待されます。続いては NEC と木村屋が恋愛パンを開発の話題です。 NEC と製パン会社の木村屋総本店は AI を使って恋愛感情を味で表現した恋愛パンを開発したと発表しました。2024年2月から4月にかけて木村屋総本店のオンラインショップなどで販売されるようです。恋愛パンはアベマ TV の恋愛番組今日好きになりましたの中の高校生の会話データなどを NEC の AI 技術で分析し、恋愛時の感情を表現する食品をリストアップして、それをもとに木村屋がパンを作ったとのことで、商品の解説文は NEC の開発した大規模言語モデルことみを使って考えられているなど、AI をふんだんに利用して作られたようです。続いては生成 AI を活用した芥川賞受賞作の海外報道の話題です。1月17日、第170回芥川賞と直木賞の選考会が行われ、芥川賞に九段理恵さんの東京都同情党が選ばれました。九段さんは受賞会見でチャット GPT のような生成 AI を駆使して書いた。全体 5% ぐらいはおそらく生成 AI の文章をそのまま使っているところがあると語り、小説を書く際にチャット GPT などの文章生成 AI を使ったことを明らかにしました。このニュースは日本でも話題になりましたが、海外でも大きな話題となり、カナダのデジタルメディアバイスは、日本の最高文学賞受賞者がチャット GPT の使用を認めると報じ、アメリカ合衆国のタブロイド紙ニューヨークポストでも AI の力を借りて書かれた小説に栄誉ある文学賞が贈られると報じられ、
AI 系の情報を発信する有名 SNS アカウントでも紹介されており、 AI を活用して書かれた小説が賞を獲得したという事実が珍しいのか、 SNS 上では活発に議論されていました。なお、この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは動画の概要欄に貼っています。 AI ツールに興味のある方はぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。